こんばんは。前回予告した通り、今回は実況者大会の動画となります。自分を除いて参加者5人もいて、それをね、一つの動画にしてしまうと長くなっちゃうんで、前編後編に分けたいと思います。で、今回の前編に関しては、ゼクさん、ファルコスさん、コグリさん で、この動画と同時に上がってる後編では、カンさん、ユウノスケさんとなってます。で、一応ね、試合に入る前に参加者の方々の軽い紹介をしたいと思うんですけど、まずはゼクさん。まあ、ご本人に聞いてみたところ、白猫好きのマイペース配信者でよろしくとのことですね。まあ、主に生配信をされてる方なんで、もしよかったら覗いてみてください。で、次はパルコスさんです。パルコスさんで実はね、グループ名なんですよ。個人としてはパクラーさんというらしいですね。で、この方はケラ縛りとか、限界突破縛りとか、何かしらの縛りを設けて遊んでる方ですね。まあ、縛りプレイとかお好きな方はどうでしょうか。で、最後はコグリさんです。この方は自分みたいに今 YouTube だけじゃなくてミラティブもやってるそうですね。で、この前チャンネル開設からね、5周年を迎えたということで、はい、おめでとうございます。まあ、こんな感じですね。まあ、おすすめ動画とかも伺ってるので概要欄に貼っときます。もしよかったらどうぞ。長くなってしまいましたが、本編へどうぞ。いやー、ミュウエがいるミュウエがいる。ちょっときついなミュウエさん。ちょっと剣聖で頑張らなきゃいけない感じですか、これ。ちょっと。いやー、ちょっと大変ですね、これ。所定がエクセですか。はい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 。よいしょ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 。やべ。よいしょ。よいしょ。こう。よいしょ。グッド出すな。あ、スルーすんの？マジ？グッドで防げるんだけど。防いでくるか。じゃあいいや。エレンでいきまーす。あ、変えてこない。ミュウエとかで来ないんだ。オッケー。うしょ。はいはいはい。うしょ。うしょ。オッケーよし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 。じゃあ一回ティナ挟みましょうか。はいはいはい。ティナだけで下げて、はいはいはい。うしょ。ちょっとあれ取り行きたいなー、ちょっと。うおー。ちょっと待って。きつい、ちょっと待って。オバフロ。はい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 。とりあえず、リンク出して、よいしょ。はいはいはい。やべえ、ちょっと。ギミック!いやーん、くそー。まあいいや、じゃあここでエレン出しますか。はいはい。エレン行きまーす。ミュウエ出す?どうする?どうする?あ、そっちで来る。まあスタミナないですからね。ほいほいほい。こっち。ほっ。ほっ。ほっ。ちょ、スタミナがない。ほっ。はい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 。イエーイよし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 。どうする？はいはい。おー、エクセで来る。じゃ、これ当てちゃおっか。あ、当たんなかった。ほっ。うしょ。はいはいはい。柱にぶつけたいなぁ。うしょ。ほっ。ほっ。いやーん、SS がもう溜まってる。これ増加だな。早いな、回転が。マジかぁ。しょうがないなぁ。このまま行くか。ほい。ほっ。ほっ。ほっ。ちょ、氷だけ怖いんすよねー。ほっ。いけた。よーし、OK。よし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 。じゃあ、ラスト、エレンゲーかましましょうか。はいはいはい。よいしょ。おい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 。ほい。いやー、ダメか、くそ。ほっ。凍結怖。ほっ。あぶねー。ほっ。イエーイ立体起動ゲーかましたわ。はい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 。いやね、でも灼熱コートね、普段タワーでも避けてるぐらい苦手なんですよ、めちゃくちゃ。なのでね、できれば灼熱来てほしくなかったんですけど、来てほしくないコートがまあ来るのは、まあ、当然ですよね。こういう時に来るの。まあいいっすよ。苦手なコートでも勝てればまあ問題ないんで、はいはいはい。よいしょ。ダメかー。ほ。ほ。おぉ、ちょっとラグ。はいはい。ほ。はいはいはい。いやー、ちょっと怖いなー。あんま前出るのが怖いなー。よいしょ。ほ。あー、やばい。ちょ、待って。怖い。ほい。危なーい。あー、やばい。それは取れないなー。残念ながら。
ルカスか。ルカなら、まあ、アマタスかね。ほい。陣を割りつつ、ほ。ほ。ほ。はいはいはい。ちょ、前に落とすか。落とせなかった。くそ。くそ。これ、オンザでいきます。オッケー。あ、でも腹パンもしてる。はいはいはい。まあ、ラッキーラッキー。決まれば何でもいいんですよ。はいはい。ちょっと SS がちょっと怖いっすね。こっちとりあえず打っといて、ダメっすか。取れねー。さすが、早いっすね。オンザ。はい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 。どうすっかな。アスラ出してもいいんだけど。ちょっとな、飛びついたらおしまいなのが怖いので、ちょっとこのままオンザを狙い続けていこうかなと思います。OK。手前、手前。はいはいはい。スマッシュ。奥。はい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 。ほいほいほい。はい、奥。まあ、一回 SS 打ち直して、はい。はい、ラインさん、くそー、決まんねー。こう。オンザが怖いなー。はい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 。SS が、あー、溜まってる。ほいっと。ほい。ほい。ほい。はい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 。いやー、このね、スライスがないのが地味にきついんですよね。はい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 。ほ。スマッシュ。はいはいはい。決まらんなー。ちょっと、やっぱね、相手の力量次第なところがあるので、よいしょ。よし。陣を割って、てくそ、ちょっと待って、やばい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 、あーくそーくーくそー、もうどっかでなー決めないとちょっと自利品なんすよねー、この対面って。はい、これいける。オッケー、前出てきてくれるならまあ非優勢で抜けますね。はい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 、オンザで決めて、はいはい、これ、あー、ダメか。はいはいはい。ログ上げて、よいしょ。ダメか。あー、溜まってるこれ。あ、溜まってない。OK。下げて、いやー、えぐい。やって、待って待って待って。いやー、いけたー。やったー。あぶねー。ただ、ここちょっとね、SS が控えててもおかしくないので、ちょっとそろそろ警戒しつつ行きたいところなんですが、うわー、あぶねー。はい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 。とりあえず一回 SS 打っときましょうか。打っといて。で、SS、多分ね、左に。右かーい。くっそー。わからんなー。でもまだオンザになってないんすね。ただ早いだけか。はい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 。じゃあこれをオンザに。くそ、決まらんかー。これ抜けるだろ、多分。あ、抜けない。マジ。くっそー。いやー、ちょっと怖いなー。はいはいはい。抜けねえ。ほ。これ多分抜けだろ。あ、抜け。いや、意外とオンザっていかないっすね。難しいな。ほいほいほい。これ手前とか。ダメかー。いけ。くそー。決まらんよ、もう。あ、ラッキー、でか。でけー。ただね、ヘリオンザが、お、ミラーしますか。はい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 。これは警戒しつつ、はい。ロブー。ほっ。ほっ。危ない。取れないそれ。マジ？今もう非優勢で決めたかったのにな。これね、小黒とかに狙ってダメか。くっそー。自分非優勢取るのめちゃくちゃ苦手なんですよね。はいはいはい。非優勢使ってる側なのに、使われるのも苦手なんで。ちょっとね、ミラーもよろしくない。でも、ルカも来てほしくないから、まだミラーの方が、マシかな。一応、ハードで、まあ、アマトと当たることもあるので、オッケー！よし！アマタミラー、勝利！はいはいはい。セレナ・ルカ、ML、違う。クリスマスミューレ。いやね、ここまでね、いや、ずーっとガチ編成で来ちゃったので、ちょっとね、たまにはね、息抜きを、息抜きってわけでもないですけど、普通に強い編成ではあるんですけど、ちょっとユースケ四つ葉を使っていこうかなと思います。お、オラクルセレナですね。お、危ない。いけ。イェーイ、オッケー。初手もなかなかやってくれますね。ここ一旦ユースケ行きますかね。はいはい、ルカですか。
SS どんなもんなんですかね。もう溜まってるんですかね。ちょ警戒した方がいいのかな。ほ SS は溜まってるのかな。できればね SS 取りたいんですけど取れたわオッケー。じゃあどっかのタイミングで撃てるといいですねこの SS。 はいはいはい。じゃあ一回四つ葉を挟んでいきましょうと。はい SS 撃ちまして、あ交代の役じゃないのかな、もしかして。正解です。じゃここをギア書で、はいはい、決めまして、でどうすっかな、どうする、セレナか。じゃあこっちで行こうかな。よいしょ、ほいドンここでアスララケが炸裂と。でもう一回こっち出していきます。あセレナで来るならミカサですかね。ちょっと待って、スペシャルが怖いのでミカサを撃っておいて、ドーン危ない、ロブを上げて、あいーちょっと待ってマジそこも、じゃあ一回四つ葉かな、しょうがない。よいしょよいしょ、危ない。 SS どんなもんなんですかね。はい溜まってる、あやばい、よいしょ、あーくそセレナ強え。ちょっとどうしよっかな、ミカサで行くしかないよな。でもそしたらルカ来るもんな。そしたら運ゲーしますか、運ゲーしますか、イエーイ瞬間移動したらむしろ回るだけ当たっちゃったっていうじゃあここ一回レイガン行きますか。はいはいはい、ドーンと。ちょっと怖いな、ほおらおら、ギミック向こうはありますが、ちょっとさすがにきついか。ただ入れ板置くことをできたので、ちょっとこれねいい感じにぶつけていきたいですよね。ほっ、はい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 、ヒエンいけ、よーしオッケーこのどでかいレバーも強いですよね。うんールカで来るならまあこっちかな。で SS を打っておきまして、おーすげえな、よくわかるな。オンザーからの、うーんこれログレンされるよね、まあ、スマさん一応つけてるんですけど弱い。オンザー、捕らえちゃうよね。はい打っちゃって、うーん SS 溜まってるこれ、怖っ怖っ SS 溜まってるこれ、あ溜まってそう、めちゃくちゃ溜まってそう、怖いわこれあーちょっと怖いな、絶対、え溜まってないのマジ、打っといてちょっと怖いな。 SS 溜まってないの、ラッキーやったー。はい、前編はこんな感じでした。まあ、危なげもありましたけどね、勝てれば全て良しということで、あ、もしよかったらね、後編の方も続けてみてもらえればなと思います。あと、今回戦った相手目線の動画も概要欄に貼っとくので、ぜひぜひどうぞ。それではここまで、ありがとうございました。お疲れ様です。